西武森友哉捕手が今オフ今年取得した国内フリーエージェント権を行使する可能性について話題になっています。球団関係者によると森選手はプロ入りから9年間を過ごした西武への愛着を感じつつも他球団の評価を聞きたい意思を持っているといいます。森選手が FA 権を行使するとなると森選手の地元大阪に本拠地を構えるオリックスなど複数球団が動き出し争奪戦になることは間違いないでしょう。そこで今回は森選手の移籍先候補について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは早速いきましょう。天才森友哉、まずは森選手の経歴から見ていきます。森選手は1995年生まれの現在27歳、5歳から野球を始め中学では地元大阪の堺ビッグボーイズに所属し3年生の春に全国大会で準優勝、その夏にはオールジャパンのメンバーに選ばれアメリカ遠征も経験しています。そして高校は名門大阪桐蔭高校に進学し1年生の秋からキャッチャーとしてレギュラーをつかんでいます。そして1年先輩だった藤波慎太郎選手とバッテリーを組み史上7校目の甲子園春夏連覇を達成しました。翌年も順当に春夏ともに甲子園に出場し甲子園通算記録は14試合出場で55打数26安打打率4割7分3厘5本塁打と素晴らしい記録を残します。そして2013年ドラフト1位で西武に入団、ルーキーイヤーは1軍で41試合に出場し打率2割7分5厘6本塁打15打点を記録、シーズン終了後にはイースタンリーグの優秀選手賞を受賞しました。続く2015年は開幕戦から6番指名打者で出場、この年はキャッチャーとしてマスクをかぶることはなく主に指名打者を中心に指名打者性のない交流戦では外野手として出場するなどになりながら138試合に出場、打率2割8分7厘17本塁打68打点を記録、その後も指名打者や外野での起用が中心でしたが少しずつキャッチャーとしての出場も増え始め2018年はキャッチャーとしてチーム最多の81試合に出場し打率2割7分5厘16本塁打80打点盗塁阻止率3割7分3厘を記録し保守部門での初のベストナインに選出され、田畑慎三郎氏とともに最優秀バッテリー賞を受賞しました。2019年は住谷銀次郎選手の移籍、岡田雅俊選手の戦線離脱もありついに正捕手の座を射止め捕手として大活躍を見せます。打率3割2分9厘で首位打者に輝き23本塁打105打点 OPS959 とキャリアハイの成績を残しました。捕手として首位打者に輝いたのはパリーグでは1965年の野村克也氏以来54年ぶり2人目、プロ野球史上では4人目となる快挙、さらにパリーグ最優秀選手、ベストナイン、最優秀バッテリーも獲得し、名実ともに西武の看板選手の一人になります。2020年は前年から一転して打撃不振に陥り、この年は104試合の出場で打率2割5分1厘、9本塁打、38打点、OPS705 という成績に終わりました。守備面でも課題が残り、キャッチャーとしての出場は98試合にとどまり、岡田選手らにスタメンマスクを譲る試合も少なくありませんでした。2021年は前年の不振から脱却し、開幕から正捕手として攻守でチームを牽引すると、松本渉とともに5月の月間最優秀バッテリー賞を受賞。125試合に出場し、打率3割0分9厘、出塁率4割2分はともにリーグ2位という好成績を残し、2年ぶり3度目のベストナインを受賞します。そして今年、2022年シーズンは開幕直後にロッカーでマスクを投げた際に右手人差し指を骨折。およそ2ヶ月の離脱期間がありましたが、復帰後の8月20日に国内 FA 権を取得しました。復帰後は再びマスクをかぶり、3シーズンぶりのクライマックスシリーズ出場に貢献。ファーストステージ敗退で今シーズンを終え、高卒1年目から高いポテンシャルを評価し、育ててくれた西武に恩義を抱く一方で、他球団の評価を聞きたい思いもあるようです。これについてネット上の声を拾ってみると、まだ27歳っていうのがいいよね。西武は宣言残留ありだし、とりあえず宣言はするだろうな。
とりあえず巨人かオリックスが本命だろうな。どっちもお金なら出しそう。獲得に名乗り上げそうなオリックスも巨人もキャッチャーにはそこまで困ってなさそうなのが気になる。パリーグの方が仮にキャッチャーができなくなっても打撃さえ良ければ指名打者とか選択肢が増えるし、選手生命を長くするならオリックスがいいと思う、などまだ若く選手としてこれからピークを迎えるであろう森選手の移籍話に期待を膨らませる声が多いようです。大本命オリックス説。そんな中で森選手の意中の球団とささやかれているのが、森選手の地元大阪に本拠地を構えるオリックスです。ある球団関係者は、遅延があることに加え、いいピッチングスタッフが揃っていることも魅力だとか、捕手としてもさらなる成長を望んでいる森にとって、球界ナンバーワン投手と言われる山本や他の投手陣とバッテリーを組めることもプラスに感じているようです、と語っています。オリックスには今や日本球界のエースとも言われる山本由伸選手や、左の宮城選手、宇田川選手、山崎選手、阿部選手など豊富な投手陣が揃っています。さらにオリックスは中嶋監督が采配を振るっていることも森選手にとっては好印象だと言われています。現役時代には強肩強打の捕手として知られ、現在は柔軟な発想で若い選手ともフランクに付き合い、優勝監督として実績を積み重ねてきています。先ほどもコメントを残していた球団関係者は、森に関しては強打が注目されていますが、本人も捕手の仕事が8割と話すように、捕手として成長したいという気持ちが強いようです。その意味では中嶋監督率いるオリックスというのも好印象かもしれません。キャッチャーというポジションで年齢も若い森選手にとってはまさにうってつけという環境かもしれません。元巨人の笠原投手は自身の YouTube チャンネルにて、森選手は 99% オリックスで決まりと断言しており、やはり有力な移籍先としてオリックスは本命だと言えるのではないでしょうか。金ならいくらでも巨人説。さらに森選手の獲得に乗り出す有力候補と言われているのが巨人です。巨人は今シーズン育成と発掘を掲げて臨んだものの、主力が高齢化して過渡期を迎えたチームの世代交代が思うように進みませんでした。 B クラスに沈み、派遣脱会が史上命題となる来シーズンへ向け、2年ぶりに FA 補強を解禁する見込みです。正捕手問題においては、現在主戦捕手の大城卓選手にはリード面での課題が指摘されており、複数年契約を結ぶ小林誠二選手には打撃面、阿部慎之助作戦兼ディフェンスチーフコーチ以来の打てる捕手を補強ポイントに挙げ、球界切っての打てる捕手である森選手に白羽の矢を立てているとの見込みです。ネットのファンの声では、いろんな意見とか憶測もあるけど、普通に考えたらよっぽど環境が悪くなけりゃ給料の条件がいい方に行くよね、愛着があるというのもわかるけどそれだけでは残らないよね、西武が好条件を提示してくれることを祈るだけ、結局巨人が大金積んだら断れないでしょう、といった書き込みもあります。一説によると、5年20億円超えとも想定される大型契約を用意しているという話もあり、さすがはお金持ち球団かつ人気球団の巨人ということで、森選手にとってはそれも魅力的なオファーかもしれませんね。意外なダークホース DeNA 説。一方で森選手は埼玉所沢を本拠地とする西武で長年プレーしてきたこともあり、在京球団にも関心があるとか。ある西武 OB によると、マイペースな性格の森はグラウンド内外で注目度が高く、自身のトレードマークである金髪とヒゲが認められない巨人よりもチームの雰囲気が明るく、正捕手がいない DeNA にも好意を抱いていると聞きました、といった話も聞こえてきました。DeNA サイドが獲得に乗り出すかは現時点では不明ですが、打てる捕手というのはベイスターズも喉から手が出るほど欲しいと思いますし、ありえない話ではないのかもしれません。ここまでは森選手が FA 宣言をして他球団に引き抜かれる場合について考えてきましたが、もちろん西武に残留する可能性もあります。森選手もまだ正式に FA 権の行使を宣言したわけではありませんし、仮に宣言をしたとしても西武もまず間違いなく残留への引き止め交渉は行うでしょう。森選手は来季4年ぶりの V 奪回を目指す西武には欠かせない戦力です。球団は速やかに残留交渉を進め、複数年契約を提示して引き止めを図る方針とのことです。いかがでしたか？
今回は球界切手の打てる捕手として森友哉選手が FA 宣言した場合にどこの球団が獲得に動くかについて紹介してきました。森友哉選手の正式な FA 宣言はまだですが、もし宣言することになればこのオフの最大の目玉の一つとなり争奪戦になることは間違いないでしょう。まだ27歳と年齢も若く、これからさらなる成長が期待される森選手ですから、たとえどの球団に行ったとしてもかなりの活躍が見込めると思います。もちろん自分の応援している球団に来てくれたら一番嬉しいですが、仮にそうでなくても優秀な選手の成長する姿が見れるのは全てのプロ野球ファンにとっての希望ではないでしょうか。今後の森選手や獲得候補の球団の動向から目が離せませんね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。